クッピーの繁殖をするため、オス1匹に対し、メス2匹を迎え入れました。早速、赤ひれのメスが、オスに気に入られたようです。それでは本編に参ります。丸々と太ったプリステラに、メダカすくいでゲットした、メダカでごちゃごちゃですが、赤ひれグッピーメスに妊娠の兆候、というか、なんならすでに数匹、出産しているようです。グッピーオスに追いかけ回されていたので、すでに犠牲になっていると思われます。このままでは全ての稚魚が犠牲になってしまうので、以前使っていた小型の水槽に移したいと思います。移し終えました。水は、先ほどの水槽の水を移しております。これで、他の魚に邪魔されることなく、出産できるかと思います。お気づきでしょうか？稚魚2匹出産しております。この後、貴重な瞬間を撮影できました。生まれたまだまだ出産するかもしれないので、しばらく部屋を暗くして、そっとしておきます。たくさん生まれるといいなぁ。稚魚の姿が見当たらない。現在、母グッピーは隔離中なのですが、稚魚たちは母グッピーに食べられてしまったようです。母グッピーが稚魚を食べてしまうと聞いたことはあるのですが、出産が終わって、しばらくした後だと鷹をくくっていました。この水槽には遮蔽物が全くなく、稚魚が母グッピーから身を守るための隠れ家がない状態でした。水草などの隠れ家になるものをたくさん入れて、稚魚を守る必要があるのだと思い知らされました。完全に私の準備不足でした。